青べか物語はじめに浦河町は根戸川の最も下流にある漁師町で貝と海苔と釣り場とで知られていた町はさして大きくはないが貝の缶詰工場と貝殻を焼いて石炭を作る工場と冬から春にかけて無数にできる海苔干し場と そして魚釣りに来る客のための釣り船屋とごったく屋といわれる小料理屋の多いのが他の町とは違った性格を見せていた町は孤立していた北は田畑東は海西は根戸川そして南には沖の百万坪と呼ばれる広大な荒れ地が広がりその先もまた海になっていた 交通は乗り合いバスと蒸気船とあるが、多くは蒸気船を利用し、通い船と呼ばれる二つの船会社が運行していて、片方の船は船体を白く塗り、片方は青く塗ってあった。これらの発着するところを蒸気菓子と呼び、隣り合っている両三橋の前に、それぞれの切符売り場があった。 西の根戸川と東の海を通じる堀割がこの町を還流していた蒸気菓子とこの堀に沿って釣船屋が並び洋食やごったく屋地方銀行の出張所三島郵便局巡査駐在所消防署、といっても旧式な手押しポンプの入っている車庫だけであったが。 そして町役場などがありその裏には貧しい漁夫や貝を取るための長い柄のついた竹籠を作るものやその日によって雇われ先の変わるつまり船を漕ぐことも知らず力仕事のほかには能のない人たちの長屋土地の言葉で言うとぶっくれ小屋なるものがごちゃごちゃと詰め合っていた。 町の中心部は堀南と呼ばれ四丁目といわれる洋食屋や裏カス亭という寄せ屋諸雑貨用品店理髪店銭湯山口屋という本当の意味の料理屋これはもっぱら町の旦那方用であるがその他の田舎町によく見られる幡子宿や小商内の店などが軒を連ねていた。 その南側の裏にやはりごったく屋の一角がありたった一軒の芝居小屋と時たま仮設劇場のかかる空き地があるという具合であったこれらのことをどんなに詳しく記したところで裏カ町の全貌を尽くすわけにはいかない私も決してそんなつもりはないのでただこの 小さな物語の編中に出てくる人たちや出来事の背景になっているものだけを一応予備知識として紹介したに過ぎないのであるはじめに「沖の百万坪」と呼ばれる空き地がこの町の南側に広がっていると書いた私は目測する能力がないので正確には何とも言えないがそこは確かに その名にふささわしいい広さを持っていた。畑といくらかの田もあるが大部分は葦や雑草の茂った荒れ地と沼や池や湿地などで締められその間を根戸川から引いた用水堀が一つ入りから四つ入りまで荒れ地に縦横の水路を通じていたこの水路や沼や池には 舟コイハヤナマズなどがよく繁殖するためおかずりを好む人たちのとっておきの場所のようであったまた沼や池や葦の茂みの中にはカワウソとかイタチなどが住んでいてよく人を驚かしたり何事でもすぐに信ずるような昔風の住民を 月さえあればばかそうと思っているということであったこの町では時たま太陽が二つ東と西の地平線上に現れることがあるそういう時はすぐにそっぽを向かなければ危ないおかしなことがあるものだなどと言って二つの太陽を見ると海どんぼ野郎になってしまう。 そうしてその時にはすぐ脇の方で川うそかイタチの笑っている声が聞こえるということである。特にイタチはたちの悪いいたずら好きで、人が道を歩いているとひょいと向こうへ飛び出してきて立ち上がって交通整理でもするように右手を上げて右を指し示したり、左手で左の方を指したりする。 「そうしたら必ず反対の方に行かなければならない。うっかりしてそちらへ行けば決まってけか堀か悪くすると寝戸川へ落ち込んでしまう」と言われていた。「百万坪から眺めると浦春町がどんなに小さく心細げであるかということがよくわかる。 それは荒れた平野の一部に平べったく密集した一塊の「廃滅しかかっている部落」といった感じで貝の缶詰工場の煙突から立ち上る煙と石灰工場の建物全体を包んで絶えず舞い上がっている雪白の煙のほかには動くものも見えず物音も聞こえず そこに人が生活しているとは信じがたいように思えるくらいであった私はその町の人たちから蒸気菓子の先生と呼ばれ足掛け3年余り一人で住んでいた青べかを買った話吉いさんに初めて会ったのは東の海水小屋であった 冬のことで海水小屋は取り払われ、半分朽ちた吉津の屋根と板を打ち付けた腰掛けが一部だけ残っていた町を西から東へ還流する掘割が東の海へ出る河口のところで土地の人たちはその辺り一帯を漠然と東と呼んでいた私は海を眺めていた腰掛けは くぎがゆるんでいるので足をつっぱってうまくささえていないとすぐさまつぶれてしまいそうであった干潮で遠浅の海は醜い底肌をさらし堀の水は細く土色に濁っていた急に腰掛けがぐらっと揺れたので私はびっくりしてつっぱっている足に力を入れながら振り返った。 すると一人の老人がすぐ後ろに腰をかけて「私などは目にも入らない」といったような顔つきで古風なたばこ入れを腰から抜くところであった私は支える足に気を配りながらまた海の方へ目を戻した「ずっとめいにここへ何かぶったてようと思ったっけだが」と老人が 大きな声で言った。百メートルも先にいる人に話しかけるような声であった。なんかぶったでくれべえと思ったっけだがねよう。私は黙っていた。私は老人しか見なかったが、それではもう一人連れでもいるのかと思ったのである。しかし答える声はなく、 老人はやかましい音をさせてキセルをはたき次のたばこを吸いつけたキセルは詰まっていてぜんそく患者の喉のようにグズグズとヤニの鳴る音が聞こえた「ずっとおめえ残ったおつゆのおっかあがまだ和田や嫁に行かねえ頃のころ残った」と老人は大きな声でいっ そしてややしばらく黙っていてからまたキセルをはたき三服目を吸いつけてわめきたてた。何にもおったなかっただよ。私はやはり黙っていた。二度目には百万坪であった。季節は春で強い風が吹いていた。私は二つ入りの堀に沿った道を。 沖のの弁天社の方へ歩いていてた何の風情もないただ,だっ広いだけのその荒れ地のほぼ中ほどに無人の小さな壊れかかったような古い社がひねこびた六七本の松に囲まれて立っているいつの頃からか大変流行った弁天で特に各地の下流界の女性たちが に列を作ったそうである。どういう霊言があったのか土地のものは知らないただひと頃ばかげてはやりおびただしい参詣者の絶えなかったことと当時その境内が別世界のようににぎわったということだけは子供たちでさえよく知っていた潮のにおいのする強い風に吹かれながら。 沖の弁天の方へ歩いていた時後ろからいきなり大きな声で呼びかけられ私は飛び上がりそうに驚いて振り返ったあの老人がすぐ後ろにいた継ぎはぎだらけの洗いざらした目じまのはんてんに綿入れの桃引きをはきネズミ色になった手ぬぐいで放かぶりをしている。 それはこの土地の漁師たちに共通の常ぎであるが、もう綿入れの桃引きを履く季節ではなかった。おめえ。船川根が。と老人は私と並んで歩きながらわめいた。タバコを忘れてきちまっただが、おめえさん持ってねえ。だかい。私はタバコを渡し、マッチを渡した。 老人はタバコを一本抜いて口にくわえ風をよけながら巧みに火をつけるとタバコとマッチの箱を懐へしまった。いい船があんだが、だと老人は200メートルも向こうにあるひねこびた松の木にでも話しかけるような大きな声で怒鳴り立てた。 いい船で値段も安いもんだが買わねえかねえ。私が答えると老人は初めからその答えを予期していたように何の反応も表さず吸っていたたばこを地面でもみ消し残りを耳に挟んでから手花をかんだ「おめえ」。しばらく歩いた後老人が人並みなみで言って この裏稼い何をしに来ただい私は考えてから答えた。ふーん。と老人は首を振り、ついで例の高声でわめいた。だらにはよくわかんねえんだが、職はあるだかい。私が答えると、老人はちょっと考えた。つまり失業者だな。 と老人はめた。嫁をもらう気はね高い。私は黙っていた。別れる時マッチだけ返してもらったが急に耳の遠くなった老人は二度も三度も私の言うことを聞き返しそのため私は自分がひどい臨食感になったような恥ずかしさを感じた。 それは蒸気菓子にある洋食屋で土間が食堂奥に座敷があって夜になると蒸気船の船員や漁師たちがしばしば盛大に酔って騒いだある日の昼ごろ私が食堂のガタガタする椅子にかけ一本のビールでカツライスを食べていると老人が私のテーブルへ来て差し向かいの椅子にかけた。 今ででもそうであるが外で食事をするときには私は何か読みながらでないと落ち着けない癖がある。その時も私は「聖刊」という本を読んでいて老人がそこへ腰掛けたものだから一層熱心に読むふりをしそうして本から少しも目を離さないままでとんかつを噛んだりビールをすすったりしていた。 女が座敷のところへ来て「よしさん何にするだい?」と呼びかけた「うう」と老人が答えた「おっかあがいねえから飯食うべえと思ってきただがうう何にすべか考えてるだうちじゃあ考えるほどごたいそなものはできねえよ」すると老人が私を見ながら「 そこへ腰掛けた時からずっと老人が私を見つめ続けていることを私は知っていったで老人は私の顔を見ながら例のずばぬけた高声でわめきたてた「ビールをコップ一杯くんねがねえ」「ビールを一杯だって」と女が言った「おらそんなこと聞いたこともねえ」 中の町にじゃねえのけ東京へ行けばビールのいっぱい売りをやっていると老人が言ったそれはビアホールというものだと女が言ったいやとんかつやカレーライスができるから洋食屋と違いはないと老人が言ったいっぱい売りをするのは生ビールといって 樽で来るるででから一杯ずつでも売れるが、瓶詰めは開けてしまえばあとが観音様だから一杯だけ売るわけにはいかないのだと女が言ったあとが観音様になっても商売は損して得取れということがあると老人がわめき立てた私は縛り上げられ罠にはまったことを知 まだ3分の1ほど残っているビール瓶を老人の方へ置き直しながら私は言わなければならないことを言った「そうかね」というより早く老人は女に向かってわめき立てた「コップそれから私を見て「タバこの持ち合わせはねえがねえ私が答えると老人は「なに ほしかねえだよ」と言った釣船宿の地元の三男の蝶から私は老人のことを聞いたその土地の出来事について籠屋のお玉と地元の長とが常に抜かりなく情報をくれるのであるお玉も蝶も小学校の三年生であった老人の名は「よし」「夫婦きりで」 三本松の裏に住み大腸の倉庫番をしているということであった大腸はその町で一番大きく貝の缶詰工場を経営していい漁師たちの取る貝を沖で買い取るために大腸丸という船を持っていた私の問いに答えて蝶は強く首を振った「ううん、うん、そんなことはねえだよ」と長は言った 工場はやかましかんべ、だからみんなえっけいコイになっちまうだ。えっけいとは、もちろん、大きなという意味である。蝶はなお、よしじいさまは空耳を使う、と言ったが、それはもう、私の知っていることであった。それからのちも時々道であったが、老人は挨拶もしないし、私を見ても、 防ぐいか石ころでも見るような目つきしかしなかった。放かぶりを取った老人の顔は痩せていて小さく、太陽と潮風に焼けた頭ははげていて灰色の髪の毛がほんの少し後頭部にあり、頬や顎にはまばらな武将ひげが、古くなったブラシのように一本ずつ数えられるほどまばらに。 キラキラと銀色に光っていた目には非人間的な鈍い冷たい光がありほとんど唇がないように見える薄い唇にはいつも人を小バカにしたような狡猾な微笑が刻みつけられていたもっともこれは吉爺さんに限らずその土地の一部の人たちに共通した顔立ちであった。 彼らは季節ごとに来る遊覧客、魚釣り、潮干狩り、海水浴など遊びに来る都会の客たちからうまくせしめる習慣がついているので、その冷たく鈍い目や狡猾そうな口つきの裏には、いつでも朴突な表情を作り、愛想笑いをする用意ができているのであった。4月の末か 5月のの初めたぶん5月の初め頃であったろう。私は三本松のところで老人につかまった。三本松といっても樹齢の古い松の木が一本しかない。ずっと昔は三本あったそうであるが私の聞いた限りではそれを自分の目で見たというものはなかった。 堀の岸に横ばいの形で枝を伸ばしているその松の木の脇に自からあげて久しい「べか舟」が伏せてあった随分前からそこにあり私は通りかかるたびにそれを見た「べか舟」というのは一人乗りの平底船で多く貝やのり取りに使われ笹の葉のような軽快な形をしていい。 小さいながら中央にほげたもあって小さな三角砲を張ることができたしかしそこに伏せてあったのは銅が膨れていて形が悪く外側が青いペンキで塗ってあり見るからに鈍重で不格好だった「あのぶっくれ舟が?と」と蝶がある時花柱へしわを寄らせ さもいいににえないとういうように言った「あおべかっていれよ」この誇り高い小学三年生は見る気にもなれないという顔つきでそっぽを向いたそれは確かにぶっくれ舟であった伏せてある平底の板は乾いてはしゃぎひとところ空いている穴から去年の枯れ草がひょろひょろと伸びていた。 自らあげられた古い船ほど哀れに頼りなげなものはない。それは老衰して役に立たなくなった馬が飼い主にも忘れられ馬屋の裏で一人しょんぼり首を垂れているような感じに見える。その日も私は道端にたたずんで人間も同じようなものだなどというのは俗すぎるな。 ようなことを思いながら、しばらくタバコをふかしていた。そこへ老人が来て話しかけた。私は気づかなかったが、老人は私の様子を見ていたらしい。おそらく私がその船にすっかり惚れ込んだものと思ったので、あろうにこやかな。取り入るような笑顔を作り。この船を買わねえかね。 愛想のいいのでめた。私は答えることができなかった「先生はこの土地のこと詳しく見てって言ってたんべが」と老人がわめいた「そんなら丘の上べえ歩き回ってもしゃあめえじゃ」「根があの周りだの百万坪の入りだの堀もそうだし大きい絵も出て見るがいいだ」 それにもこの船さえあれば用が足りるだよ。まあ見てくれと言って老人は伏せてある青べかを引き起こした。それは極めて素早く声をかける隙もない動作だった。ほーれみせまんと老人は言った。まっさらとは言えねえが作ってから戻だ7年にしかなあんね。 大事にしろばまだ十五年や二十年はたっぷり使えるだ。私は自分の考えを述べようとした。値段も負けるだよ。と老人はわめき立てた。上気菓子の先生残ったからよ。思い切って五まで負けるだ。たった五だ。私が答えると老人は片手を出した。タバコ。 と老人は言った。私はタバコとマッチを渡した。じゃあなんだと老人はタバコを一本抜いて火をつけ、タバコの箱は懐へ入れ、マッチだけを返しながらわめいた。先生残ったから思い切って、4にすべ、4だ。私が答えると、老人はタバコを地面でもみ消し、 残りをみ私は蝶の顔や軽蔑しきった口ぶりを思い出したが同時に自分が老人に縛り上げられ抜け出すことのできない罠にかかったことを悟った「みせえま!」と老人はわめき続けた「あげっぱなしにしといたからちっとばがはしゃいでるだがも窓こんなにしっかりしてるだ」。 老人は船りりやへさきを大事そうに撫でたたた叩いたりした私はそれを眺めながら老人が船を引き起こすときの素早い動作には二つの意図があったということに気づいた一つは私を捕らえること他の一つは去年の枯れ草がのぞいていた船底の穴を私から隠そうとしたのだということである。 もう一つこれを書いては人が信じなくなるだろうと思って書かないことにするつもりであるが老人がへさきをつかんでゆすぶった時へさきのとがったところが折れてしまったすると老人は自分の手にある折れたへさきの折れたところへつばをつけて元の部分と合わせそこを片手で押さえたまま 「いっそう高声になってわめき立てるのであった」「実はこのとおりだったのだがこれを文字にするとおそらく人は筆者が調子づいてふざけていると思うに違いない事実を書くということがいかに困難な仕事であるかはこんなささいな点でも思い知らされるのである」「よしそんなら3と50にすべ」 と老人は言った。これ以上はビーター一問まがねえだ。3と50、これで話は決まっただ。私はちょっと質問した。そんなことはへえでもねえさ、と老人は言った。か雷の船大工に頼めばすぐ作ろってくれるだ。いいともオーラが持ってって頼んでやるだよ。それから、 と老人は急いでつけ加えた。こういう理りいには買い手の方で何か物をつけるのがしきたりになってるだ豚肉の百文目でもいいし夏ならスイカのみつくれえがなあおめえよくらいのたばこを吸ってるようだが私は豚肉を届けると答えたこうして私は青べかの持ち主になった どんなに小さくそしてぶっくれ船であるにもせよ一杯の船の所有者になったのだが私はうれしくもなかったし誇りがましい気持ちにもなれなかった蝶をはじめとする少年たちの軽蔑の目や嘲笑の声を考えるだけでむしろ急に肩身の狭くなったようなうっとうしい沈んだ気分にとらわれたのであった。 いいさあんな船」と私は帰る道で自分に言った「乗らなければいいんだ」私はあくる日老人のところへ船の代金と豚肉を100問目だけ届けなお青べかについて二三のことを頼んだ老人は快く受け合いその通りにすると約束した